井上亮と辻和也のゆるっとドラム談義。どうもポンポコ少女の辻です。先に言っちゃえ、ブンブンブン。はい、オレンジドラムサロン井上亮です。はい、すいません、もう前に出ようっていう気持ちだけが強すぎちゃって、もうガンガン前に出ちゃってますけどね、ガンガンね。その今ちょっと個人名とかはあえて全部伏せて喋りますけど、昔ね、渋谷のタワーレコードのインストアライブに僕は司会で呼ばれたことがあって。司会で、ほう、うん、超有名ドラマ A さんと超有名ドラマ B さんがメイン で僕は そこに、まあ、司会っていう形で呼ばれて、はい、で僕はこう司会をしてたんですよ。うん、はい、どうもみたいな。今日は ねこの晴天の中、足元の悪い中、どっちやねんとかでこう言いながらこうしゃべってた。ね、終わった後、その超有名ドラマ B さんの所属事務所の社長の方が僕のところにスーッと来まして、はい、辻さんってどちらに所属ですか、吉本ですか、松竹ですかって言われた時にね、ドラマーを引退しようと思いましたね。それが1個目のもしかしたら壁かもしれませんね。なんかこうドラマーとしての限界を感じた瞬間、その後別の現場でね、超有名バンドのプロデューサーの方にもね、吉本の方ですかって言われた時にね、本当2度目のこうドラマーとしての限界を感じましたけど。ということで今回のテーマ、井上先生から発表していただきましょう。はい、俺たちが壁をぶち破った時。イエーイ、素晴らしい。なんかだんだんなんか YouTube っぽくなってきましたね。そうっすね。素晴らしいですね。その YouTube っぽいって言えばさ、YouTube の動画見てるとさ、はい、効果音でさ、トランペットのさ効果音タラタタタタみたいなさ、あれ何、法律で決まってんのあれ。まあそれは置いといて。ドラマの壁を越えた時ということで、ちょっとサムネとかにもなってると思うんですけど、まあちょっと、まあ、よくね、まあ、僕らも当然そういう悩みとかっていうのは当然あったわけで、まあ、まず一個はテンポキープじゃないですか。いやーもう本当に。だいたい言われますよね。だいたい言われますよね、はい、あれなんか噂では雰囲気で言われることもあるとかっていう説もありますよ。ギターの人とかがね、ちょっとドラムテンポ早いんじゃないとか遅いんじゃないとかっつって、うん、でクリックつけましょうかとかって言うと、いやそこまでしなくていいって言うんですよね。じゃあ何だったんだ今の話ってよく思うんだけど。違うんだよ、その感覚の部分だよとかって言われるんですけど。ね、井上先生はどうですか、テンポキープっていう壁を突破した瞬間とかっていうエピソードとかあるんですか。そうですね、まずもう壁にぶち当たった瞬間っていうのはですね、ゆるとドラム議題会の時に、中学校から、吹奏楽部でドラムを始めたというふうに言ったんですけれども、はいはい、言ってましたね。その、まあ、中学校の、なんていうんですかね、ポップスみたいな曲で、吹奏楽で、吹奏楽でポップスをやるってなった時に、大体こう、指揮者の先生がいて、で、それにこうみんな合わせる感じになるんですけれども、稀にこういうケースがあるんですよ。うん、指揮者がいないとき。あ、はいはいはい。はい。そう、もう生徒だけで演奏するってなったときですよね、うん。で、まあやっぱそういったときに、こう、ドラムを演奏していると、こう、まあ、ずれていったりとか、いろいろ。合わないところが出てきたりして、で、うん、合わないところイコールもうドラムが合ってないみたいな、あなるんです。ちょっとね、切ない話ですよね。多分さっきの僕の話にも被ってきますけどね、うん、これはおそらくそういうこう合奏したことあるドラマは全員経験あるんじゃないかなっていうぐらい、俺かみたいな時ありますよね。そう俺か、今のも俺かみたいな、違うような気がするんだけどなみたいな。そう、でもやっぱまだそんな中学校の時ですから、そんな経験もないので、いやそりゃそうですよな。そうそう、やっぱ
後から聞いてもこうなんか、あドラムここ走ってんな、あもたついてんなみたいなのがやっぱ自分でも分かるところはあったりするんですよね。ただずっと続くんですねそれが。すごいなんかフォローするわけじゃないけど、はい、どっちか一個に偏ってればまだいいのかなって気もするけどね。もたったり走ったりをもうギッタンバッタン繰り返してたらちょっとさすがにきついですけどね、うん、でこうまあこれがあの僕の中ではテンポキープの自爆と呼んでいるんですけれども、あ分かるわ、分かりみが深いわ、分かりみが深いですね、分かりみが深いですわ本当に、うん、おそらくこれ多分相当経験積んでるドラマーも悩むところはあるんじゃないかなと思いますよ。あのまあ、プロとしてやってる人とは別、プロとしてやってる人は別としても、ずっとこう趣味で長くやってますって人も未だに悩むことってあるんじゃないかなと思いますね、この辺は。いやそうだと思います、うん、そう、まあそのずっと続くっていうのが、中学で始まり高校でもあり、うん、まあ高校の時はまあ、うん、まだまだだったんで、で、うん、大学入ってもみたいな感じだった。あ、うん、でじゃあそのテンポキープをするために、いくつか、うん、まあやっぱやったことがあるんですよね。例えばテンポが140ぐらいの、まあ、ちょいミディアムよりちょい早ぐらいの曲を、ああそうですな、うん、を演奏するときはあの、うん、まあ、通常こう練習するときって四分音符でメトロノーム1、2、3、4で鳴らしたりすると思うんですけど、はい、そうテンポ140のところを70で鳴らして練習するんですよ。ああなるほどなるほど、うん、的には二分音符ってことになるんですかね、うんうん、1、2、3、4のうちの1、3、1、3、そう半分にして鳴らす。そうするとそのこうカチ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 四分音符4つ鳴ってるのに対して2回しか鳴らないので、あの、うん、その中でこうテンポがよれたりすると結構すぐ合わなくなったりするんですよね。なるほどね、うん、まあ、こういう風な練習を重ねて極力こうテンポに対してずれない練習をしたっていうのがまず一つ。おー、なるほど。でこれは実際、うん、あの効果はあったと思います。うん、うん、あのその効果があったっていうのはこう大幅にテンポがよれなくなったっていうのは、これそれは素晴らしいですね。これはもうすぐできそうな練習方法ですよね、うんうん、そう。ただそれをやっても合奏では合わないわけですよ。はいはい、そう、うん、でじゃあ、テンポキープのためにやった練習その2、2、これは人の協力がちょっと必要になるんですけれども、はい、メトロノームこう鳴らしてますよね、カチ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 、うん、で最初はこうメトロノームになったところから練習するんですけど、うん、途中で他の人の協力を頼んでメトロノームを消してもらうんですよ。あーなるほど、うん、消してでしばらくやった後にもう一回メトロノームこう音を上げていった時に合ってるかどうか。ああなるほどね。まあなんていうんですかね、シャドウの練習ですよね。はいはい、うん、今だったらなんかアプリとかでもそんなんありそうですよね。分かんないですけど探せばありそうですよね。なんかね電子ドラムの機能とかでも あ、ありますね、うん、うん、そういった練習ですね。シャドウ、うん、なんて呼べばいいですかね、まあシャドウドラミングでも言いましょうか、うん、まあ、うんうん、シャドウテンポキープ、はい、ああはいはいはい、まあ、うん、うん、の練習をしました。で、うん、まああの一定の成果は出るんですよ。やっぱりフィルインのところで戻った後にメトロノーム上げたら、はいはい、あよかった合ってる合ってるみたいな。あなるほどね、うん、じゃあ合奏でやります、合わないんですよ、うん、うん、これは困ったぞと。いやそれは困りましたね。そうもう、うんうん、で最終手段としてメトロノーム聞きながら合奏に参加するっていうのをやったんですよ。はい、これはあのドラムから始まる曲に限るんですけれども、確かに、うん、そうあのドラムからこう1、2、3、4カウント入れて入るような曲の時は、うん、メトロノームを使って合奏をやりました、うん、で、うん、メトロノームに対してはもうドラム完璧に合ってるんですよ。ずっとダツダカドンダカドンダカドコドコ絶対ずれない。でも合奏ではなぜかドラムだけ浮いたように聞こえるっていう、うん、これはもうどうしたらいいんだと。なるほど。
なるほど。やれることはやったんじゃないかっていう感じですね、うん、もうこの3つ、うんうんうん、でまあ確かにどれも練習にはなるんですけど、確かに練習にはなりますね。そう、うん、自分で合ってるのに合奏と合ってないっていうジレンマが、おー、それはこれ、それは苦しい、うん、そう、もうなんかそこまで来ると、うん、もうだんだん本当にネガティブになってくるんですよ。もう自分のドラムに向いていないんじゃないかとか。うん、確かにね。いや、もう思っちゃいますよ、そら。うん、本能的なそのリズム感がないんじゃないかみたいな。ね、そんな中でどうその壁を井上先生は突破されたのでしょうか。はい、突破。はい。これはなんですけど、ちょっと考え方を変えてみたんですね。はい、ほう、例えば、普段こう、うん、音楽に触れる部分で言うと、例えばあの、うん、簡単な部分で言うと鼻歌とかなんかふん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 とかなんかこう歌ったりとか、あとは、うん、もちろんカラオケとかもそうですよね、自分で歌ったったり、学校の授業 の合唱の練習の時に歌う感じでもいいと思うんですけれども、うん、あれって別にテンポキープの練習しなくても歌えるじゃないですか。はいはいはい、そう、歌えるし、なんと言いますか、あの、そう、カラオケとかにもこう歌ってて、まあ多少こう前行ったり後ろ行ったりはあるかもしれないですけど、一拍丸々ずれるってことは、うん、素人の人でもあんまりないと思うんですよ。うん、なかなかないですよね。なかなかない、確かに。うん、で考えた時に、じゃあなんでこんなにリズムの練習しているのにドラムは合わないんだって、うん、でそしたらこれはちょっと考え方が違うかもしれない、なるほど、思って、じゃあ、うん、自分が正しいと思っているあのドラムの鳴ってる位置はどこなんだろうっていうふうに考え始めたんですよ、うんうん、でそれでその自分がこう、まあ、例えばその合奏やる曲のデータ聞きながら、うん、こう自分でこうドラムを歌うわけですよ。うん、ダッドッダッドッダッドダッドンドンとかこう歌って、でそのイメージを自分に落とし込めるんですよ。うん、はいはい、歌いながら、でちょっと歌いながら、あ違うなってところはもう一回やり直してっていうことをやって、でそれと一緒に手も動かすっていう。うん。うん、これをやって合奏に臨んだらめちゃくちゃ良くなりました。なるほどなるほど。というのはあのこう確かに、合奏とかでこう指揮者とかいる場合はこの指揮のこの振ってるこのなんていうんですかね、このテンポをこう提示してるこの瞬間に合わせてこうドラムを叩くっていうのがあったんですけれども、うん、必ずしも鳴ってる音っていうのはそこで鳴ってるとは限らないと、うん、うん、そうってなった時に、あ、これは式に合わせるんじゃなくて、まあ式ももちろん目安としては見るけど、うん、周りの音をよく聞かないとダメだ。で、聞いてから叩いても遅いから、それを聞きながら自分の鳴ってる音っていうのを予測しながら叩くっていう風にしたんですよ。なるほど。うん。そしたらだいぶ良くなりましたね。なるほど。はい。で、そっからはもう、テンポキープっていうのを考えなくなって、ドラムをこう、うん、どこの位置で歌っていれば、まあ位置っていうのもあんま考えないですけど、そこまでは、うんうん、こう歌ってて、あ、ここにハマってたら気持ちいいなっていう部分を自分で見つけるっていう風に考えがシフトしていきました。そしてからもう今テンポキープっていう考えすらももう今ないですね。なるほどね。はい、うん、まあ、僕はこういった感じで、あのテンポキープという、まあ、もうテンポキープという言葉をやめた方がいいんじゃないかって思うぐらいなんですけど。ああ、なるほどね。うん、もうドラムをこう、とにかく歌って、で、まあ合わなかったらこう、何回でもやり直せばいいですから。うん、そうしてこう自分の感覚を磨いていくっていうのをしていくと、自然と良くなっていくんじゃないかなと思います。はい。うん、なるほど。だからこれはあれですよね。その、井上先生が今までやってきたその一つ目二つ目のその練習シャドウだったりだとか、はい、半分で鳴らすとか、まあ、そういうことをやってった中でそういうまあ素養ができた上で、はい、まあ、そういうことがこうだんだん考え方としてこうやってきたと思うんで、
もしね、そうテンポキープで悩まれてる方はね、さっき井上先生が紹介したあの練習方法っていうのはね、試してもうめちゃくちゃいいと思うのでね、ぜひ試していただきたいなと思いましたね、はい、私はね、うん、いや素晴らしい。だから悩んでる方はね、もしかしたらね、今の井上先生のね話でね、うん、なるほどってガッテン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 っていう方も多分いらっしゃると思うんでね、うん、ぜひそういうふうに採用していただきたいなと思いますね、うん、はい、そんなところでしょうか。はいはい、素晴らしいです。え、俺？